そう、室内練習場って。行くぞ、じゃあ行こう行こう。よし。監督がお若いから多分選手たちはすごいやりやすいだろうなって見てて、ね、やりやすいよね。はい、はい、やりやすい。あ、ちょっと言わされてるのかな。一応こっちは3年のキャプテン。ああ、そうそう、さっきのね、志村で2年生のキャプテン。ああ、ニュースキャプテン、はい。ファーストゴロ、ファーストゴロ、一番また来る。結構雨の日とかでも練習は。そうですね、雨の日、まあ、全員は晴れないんで時間を分けて練習する感じでやらせていただいて。いいですね、いつでも野球ができるっていう点は。平日も開放してるので。あ、いいっすね。え、この辺の学校に通ってるんですか、みんな。そうです、もう この右側のキャプテンとかもうそこら辺に住んでるんで。あ、チャレできて、チャレできて。すげえ、お、すげえ。明るい、明るいな、あれ電気がないっすよ。電気もついてます。え、ミスター、電気か。電気もついてる。あれ、失礼します。失礼します。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。すげえ、芝も張って。はい、こんにちは。あの、1年生のキャプテンの。お、1年生のキャプテンです。何君だっけ。山野アルトです。山野君ね、いいね、すごい、明るい、電気もついて、人工芝で。え、じゃあ夕方とかも夜も、うん、そうですね、個人練習で8時ぐらいまで打ってるところ。あ、そうですね。いい。ちなみに監督はもうこの辺にお住まいなんですか。そうです、自分も我孫子市に住んでて、ここ出身で。あ、じゃあもうできるだけ来て。できるだけ来て、毎週来てますね。毎週来てますね。いいね、説明。あそこで、あ、投げて、手投げで打って、ここも、ここも投げて。ここは T で。あ、そうそうそう、マシンあるんですか。マシン、マシン、そうか、マジか、いいっすね。これブルペンとかもあったりするんですか。そこブルペン、マウンド作ってありますので。すごい、本当にすごいな。おぉ、いいっすね、自作で。よいしょ。あ、全然いける。いいっす。18.44ちゃんとあります。あ、しっかり、はい、しっかりやるんですね。しっかり 18.44 のマウンドがありますね。これで雨の日もピッチングができると。なんかそれこそ今の時期とかも、はい、あの結構日が暮れるの早いじゃないですか、はい、その後にここでやったりとかっていうのもできると思うんですよね。そうですね、ここでやると、あと照明を内野つけましたので。ああ、うおー。僕は夜まで行ける。いいね、秘密基地。すごいな。じゃあちょっとここたまり場ですね。サボり場ですね。今度恋話しようぜ。はい、大会の会場なんです。あ、そうなんですね。いや、ホームグラウンドでできるのマジでいいよな。あ、バスもあるやね。マイクロバス。これはあれで、はい、あ、みんな、何年生ですか。5年がホームでやるときは、1年生がアレルギーです。うんうんうん。やったときも。あ、そういうことか。あれです。トイレも、あの、ウォシュレット付けらしいです。作ったらしいです。マジでちゃんとしてるわ。本当。うわ、ガチだ。うわ、え、これ作ったんですね。そうです。前まではゴットントイレ。あ、ゴットントイレですね。あ、で、裏にブルペンもあるのか。そうです、こっちにブルペンがあって。私はマイカです。ほらほら、なんかドヤ顔してんの、お前。ドヤ顔してない。ドヤ顔してない、お前。お前ら1枚1000円やぞ。いいっすね。チェキ。お前ら1枚1000円やぞ。よいしょ。あー、すごい。ちゃんと屋根ついてる。ここでご飯とか食べれるんだ。すげえ。行きます。違う、お母さんたちの部屋に。あ、お母さん。どう、失礼します。いいっすね。あ、ここで、すごい、母部屋。へぇ。うわ、汚いでもする、マジで。お、うまい。失礼します。あ、いいっすね。備品だったりとか置いたりとか。そうですね。あー、素晴らしいっすね、マジで。本当にやっぱ、親の協力なければね、チームっていうのは成り立たないと思うので。なんか中学生なので、こういうところがあると、いや、これはもうぜひ柏木と牛にはもう入った方がいいですよね。そうですね、ぜひ入ってほしいです。これももう子供だったら多分入ってる。はい、間違いない。あと店員が7名ですので。あ、そうなんですね。はい、あと本当にもうギリギリなんですね。ギリギリなんです。中学時代に戻りたいですね。戻れるなら。すごいわ。ここは日向ぼっこできます。スタンドみたいですね。スタンドで応援席でもあり、日向ぼっこで入って。監督をやるきっかけって何だったんですか。監督をやりたい。はい、昔は強くもともと強かったんですけど、はい、だんだん弱くなってしまって、そこでちょっと強くしようってことで、はい、ここの人数も十何人しかなかったんですけど、今は集めて6
60人ぐらいになったので、はい、すごいな、はい、呼びかけとなったら、まあ、子供たちのためにちょっと、はい、自分が全国大会で話すと思ったんですけど、はいはい、ちょっとそれをあの味合わせてあげたいなと思って、うん、はい、やらせていただきました。もう何年目になるんですか？3年目です。あ、3年目で、はい、で22ぐらいからそうですね、したいな、すごいな、子供たちがなんか今うろちょろしますけど、本当だ、ここは物質になります。あ、すごい、はい、いいなぁ、そうそう、何が始まるんだ、何が始まるんですか、お弁当するか、あー、そうです、そうです、ここでお弁当を食べて、うん、めちゃくちゃでけえな、いいね、入れ物、うん、弁当に自信あるやつ、でけえな、なんか、めっちゃでかいもん、やったー、やったー、いや、サーモンレベル違う、結構でかいです、でかい、これそんなでかくないもん、これすごい、おー、でかでかこちらの形で生姜焼き弁当、すげえでけえな、で、その他にも昼はこれ食べるの、昼はこれ食べてるので、夜はいいの、だいたいこれぐらい、おぉ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 、ちょうだい、熱い、熱い、これです、これ、えぐい、食いしん坊なんで、ポークにしてる、えぐい、ちょっと開けてもらっていい、ごめん、これ冷凍庫で保管するようなぐらいの大きさなんですよね、すごいね、ピクニック食べるよ、うわぁ、親子丼みたいな、はい、すごっ、ちょっと一口ちょうだい、一口ちょうだい、親に感謝やな、はい、感謝、ね、はい、お母さんありがとう、お母さん、はい、お母さん、いつもありがとうございます、みんな元気で、はい、一体感があって、チームの特徴としてはどういう感じだったんですか、そうですね、はい、まあ、監督自分自身が若いってこともあって、まあ、技術も大事ですけど、はい、まあ、ノリと勢いが大事だなっていう見かける感じでちょっとなんか坊主の子もいれば髪が、そうですね、髪型自由なんで、いいっすね、ブロック入れようが本当になんか今時というか、そうですね、なかなか僕らの代そうですもんね、なんか坊主にしろっつってやっぱ野球やめる子もいっぱいいて、そうですね、はい、なんかすごいこう革新的な、そうですね、はい、まあ、ジャニーズみたいな髪長いやつもいれば監督がかっこいいんでね、監督がもう男前なんで、すごいみんなでもいい子たちばい、そうですね、なんか千葉で伸び伸びやってますね、そうですね、まあ、もうちょっと強くなって本当に今2年生が日本一目指してますので、はい、はいはい、いけるように頑張りたいなと思います、ちょっとまた引き続き、今年暖かくなったらねまた遊びに行きたいと思います、はい、ぜひいつでも、よろしくお願いします、ありがとうございました、行くぞ、行きなー、おいしいぞ、はい、ということで簡単に柏リトルシニアさんのプロフィールを紹介させていただきます。柏リトルシニアさんは平成9年に創立した中学硬式野球のクラブチーム、野球を愛する中学生に硬式野球を正しく指導し、国際的スポーツマンとして強健な体と健全な精神を寛容するをモットーに活動する中学クラブチームです。部員もご覧の通りかなりたくさんいます。はい、そしてこの練習メイチも混ざっておりますと、指導方針に対戦相手や仲間を尊重し、自ら全力を尽くし楽しく野球をしようという、はい、いいですね、この楽しく野球っていうのが、まあ、監督がねかなりお若い方で、まあ、今現在25歳、そして選手たちもね、まあ、もちろん中学生なので一番楽しく野球ができる時なんではないかなというところをね、指導方針として楽しく野球をやるっていうのは選手たちもついてくるんじゃないかなと思っております。こういった練習も人数が多いからこそできる練習なんですよね。人数が多いからこそ基礎練習がたくさんできるという点では伸びていくのかなと思います。Thank you.
ごめん。その時もし高校生になってるかもしれないけど、3年生の子たち部活休んでこっち来るよ。命中さんに球受けてもらおうね。命中さんに球受けてもらおう。部活で5月6日。お疲れで。ありがとうございます。何です？月夜さん。あ、月夜さん。じゃあ命中また来ますんで、ありがとうございます。ありがとうございました。みんな今日の俺のホームラン覚えてる？次回木製バットで打つから、オッケー。また向こうと対決したやつ。誰か。お、誰か。結構いるね。リベンジバット。結構いる。いや、1年生も。またじゃあ近々ちょっと遊びに来るんでね。みんな腕磨いて待っとくから、オッケー。腕磨いて待っとくから。じゃあ今日は出ました。どうも、お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあキャプテンなんか。もう気づいてないですよ。なんかね、豊臣ジュニアーズの子たちです。一回夢の島で会ったことあるな。ね、あの時にね、取材行けますって言ってなかなか行けなかったんで、2月中に行きたいところです。止まんない。止まらない。大丈夫これ。五十嵐君、消えるぞこれ。大丈夫消して。大丈夫。失礼します。お邪魔します。音いいっすね。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。